はもうこれでしょうしなきゃいけないのは朝倉未来選手が、うん、デビュー戦ね、ライジンデビュー戦ですね。初めてライジンに参戦ということで、うん、これ相手が日置初選手なんですけれども、いいカードですねこれ。これはどういうふうに決まったんですか。まあ、実力査定に使うにはもったいないというか、はい、豪華すぎる選手だなと思っていて、まあ、そもそも朝倉選手これ荷が重いなと、うんうんうん、いう感じはあったんですよ。自分の中でも日置選手は全然勝つだろうと、っていうふうに思っていて、はい、まあ、UFC、はい、から日本に戻ってきて、そこから2勝2敗だったと思うんですよこの時点で、うんうん、とはいえ、まあ、実力としてはだいぶ差があるんじゃないかなと思って自分は試合見てました。なるほど、はい。まあ、ビッグネームはビッグネームですからね、日置選手。いやもう超ビッグネームだと、よくだからそういう意味では日置選手受けたなって感じでしたもん、ね。あ、本当その通りですね、はい、あの勝っても何にもメリットがないんで日置選手からすると、はい、よく受けたなって感じではありましたよね。いや、久留美さん、はい、朝倉未来選手のライジン初の試合っていうのは覚えてます。いやでも覚えてますけど、うん、まさかこんな風に今みたいな感じになるとは思ってなかったです、うん、はい、ね、誰も思ってないですよね。4年ぐらいで本当に、ね、ある意味スーパースターになっていったってことです、うん、そういうことですよね。この時は当然ですけど、はい、あの僕らが朝倉未来使ってやるぐらいの感じだったわけです。言っちゃうと、はい、ライジンでぜひ試合させてください、分かったよみたいな感じだったんですけど、今全く逆ですからね。立場的には、ミクルさんあのそろそろ試合みたいな感じなわけです。それはちょっと冗談ですけど。